はい。みなさん、こんにちは。ハックソフクリップライクのベックですえ。今日はですね、2022年のアウトプットを振り返ってみたら、しぶとい自分がそこにいたというお話をしたいなという,うに思います。 2022年の振り返りシリーズのですね、え、第4弾ということで、アウトプットの振り返りを行うたのと思います。えっと、ちょっとまずこれ、ま、ポッドキャスト、YouTube を聞いてくださっている、見てくださってる方ですね、あの、ご存知ないかもしれない改めましてですけれども、私は YouTube ブログ、ハックスポクリティブライフというのを14年続けておりまして、ま、その後ですね、え、ックス t v えっとね、まずは、 ベック・サックス・レイディオですね。を3年、4年前ぐらいか。2019年に始めたの、ね、で、まあ3年前ですね。ファクス TV を去年と、ニュースレターも去年。一昨年ぐらいかな。はい。ということで、ブログを14年、ポッドキャストを3年。 で、えー、ニュースレター2年の YouTube を1年と、まあ、続けてきたという感じです。で、えっと、コンスタントにね、そういうのをコツコツ出していくっていうのはまあま得意ではなくて、なんか、あの、1日1本とかね、あるいは、あの、水曜日に必ずポッドキャスト出しますか、そういうのがね、あんまり得意ではないので、なんか、あの、継続とかね、あの、習慣化っていうのはあんまり得意じゃないんですけど、なんか、とりあえず思い出したらやるみたいな感じで、あの、やめずにずっと続けてきたっていうところを、 けしぶとくやめないというね部分だけはまあ得意なのかなということでまあ、あそこはですね、えー、自分の一つビット得なのかなというふうに思っております。はいということで、えっと、今年のね、えっと、アウトプットここから振り返っていきたいと思うんですけれども、えー、合計アウトプット数は213本ということで、えっと去年と比べるとですね合計35本。 アウトプット数としては増えているという形です。で、えっと、ブログがね、えー、っと、まだちょっと予定値で、これから <laughs>、あの、更新をかけていく部分もちょっと含んじゃってるんですけれども、まあ、今年いっぱいで36本、えー、YouTube を53本、えー、ポッドキャスト t を24本、ニュースレターを95本、えー、ノートレーサー4本という形で、そうですね、去年から大幅にニュースレターの数が増えたかなというところですね、前年比でプラス46本、で、ギャに、 国ポッドキャストがマイナス16本であると。 で、では、まあ、ブログ去年より5本多くて、YouTube は去年より1本少ないかな、みたいな。まあまあ、そんな感じで、そこら辺はちょっと誤差の範囲かなと思うんですけども、も今年はニュースレターをめちゃめちゃ書いたな、という、あの、自分の中でも、なんかそういう実感があるかなと思います。なので、まあ、ちょっとアウトプット数が増えたという要因は、まあまあ、ほぼほぼ単純にニュースレターをめっちゃ書いたということだと思っておりますと。で、えっと、今年ね、あの、7月から10月の半ばぐらいまでかなりちょっと精神的にやばくてですね、えー、仕事も忙しかったですし、あの、 アウトプットにです、ね、気持ちも時間も振り向けられなかったというところがあって、まあ、特にポッドキャストがこの期間全く更新できてなかったので、まあ、ちょっと精神的な癒しを求めてですねニュースレターを書くということがあのよくあったのでニュースレターの更新は途絶えなかったんですけどもそれ以外のアウトプットが全て止まっていたというのがまあこの時期かなと思います逆にニュースレターは その期間の僕の精神的な支柱になっていたので、あの、しんどい時にね、よくわからないヒーリングを YouTube で流しながらニュースレターを書くというのが、まあなんか毎日に一回になってた感じでしたね。はい。で、まあとにかくもう今年はそういう意味でニュースレターの年だったなというふうに思います。まあ来年以降もね、このニュースレターの更新頻度をそこまで劇的に下げずに、えブログ、YouTube、ポッドキャストももうちょっと頑張ってですね。ち応今僕の目標としては年間 なんですかね、360本ぐらい何かしらアウトプットつまり1日1本ぐらいのペースで何か出していくってことをやりたいなというふうに思っているのでまあ来年はそういうアウトプット量を維持できればなというふうに考えて維持まあ向上させていければなというふうに思っております はい、ここからはですね、ブログの振り返りということで、まあ、ここからはあの、一個ずつメディアごとの振り返りをしていきたいと思うんですけど、まあ、ブログの振り返りとしては、あの、本数こそ36本で月3本ペースであんまりペース良くなかったんですけれども、あの、例えばデイリーノート運用、ワークフローウーからログシークに移行する理由となった3つのプラグインと現在の運用方法についてっていうね、記事なんかは、まあ、かなり読んでいただくことができて、で、今でもですね、あの、結構、あの検索に引っかかったりもしているみたいなので、まあ、まあ、あの、こういう ですねえー、と多くの人に呼んでもらえる記事が書けたっていうのは良かったなっていうのもあって。 で、まあ、来年以降もこういいうう記事をっって書きたいなとと思ってますとで、えー、もう一つですね、えっと、僕の割とマニアックな推しブログ10個を晒すんで、あなたの推しブログも教えてほしいっていう記事も、これもね、結構読まれてるんですよ。で、まあ少なくとも僕があの推してるブログをですね、多くの人に知ってもらうきっかけになったみたいなので、良かったなっていうところがあったりします。まあこういう記事も増やしていきたいなっていうところですと。で、まあ、やっぱりちょっとね、今年の結年としてはガジェット紹介とか キャンプネだとかっていうのと、まあ、そんなにですねあの濃い記事っていうのが多くなかったなっていうところはあって。 たので、まあ、本数もですけどもやっぱり非常に密度の濃いというかね、内容の濃い記事っていうのをもっと書きて書いていきたいなっていうのもあって、まあ、そういうものが増えてくればあのもっと読んでもらえるかなっていうところもあるので、今ね PV 数が、ね、あのピーク時の、えー、20分の1まで落ち込んでますので、えっ、ー、と来年はブログを少し手こ入れで,できればなというふうに考えています。ちょっとそのためにね、あのずっとやりたいやりたいと思ってなかなかできてなかった大型連載とねいうかね、えっ、ー、と電子書籍 に最終的にはまとめるような、まあ、ちょっとマニアックで密度のこういう記事みたいなのを書いていきたいなと思っているので、まぁ、あ、20 2023年の目標ですよね、もうこれは。はい、そういうブログ記事を書いていきたいなというふうに思っております。 はい。次にですね、YouTube の振り返りです。えっと、こちらもですね、まあ、本数は結構出せたんですけれども、まあ、2021年に引き続きガジェット紹介、ラジオ同時収録っていうのがま中止になって、えっと、まあ、よくまるくパターン化というかね、あの、編集を悩まなくてできるというか、ある程度、ま、体に染みついた感じで編集ができるようなものっていうのは出せてるんですけれども、まあ、例えばキャンプ動画とか、 あの、Vlog、旅の Vlog とかもね、動画撮ってるんですけど、それをどう編集するかっていうところでずっとスタックしていて、なかなか世に出せてないとかっていうのもあるので、まあ、来年はこの辺の今まで出せてなかった系のですね、動画っていうのを に出してい一それから、あの、ライフハッキンキューオンラインですね。っていうのが、あの、とりあえず8ヶ月連続でできているので、まあ、この連続記録を守っていきたいなっていうことと、まあ、こういったプレゼン動画的なものをもっと増やしたいなっていうのがあるので、まあ、ライフハッキンオンラインだけではなくて、まあ、他にも、 何かこう、プレゼンができればなというふうに思っております。でよく4ん、えっ、ー、と、見てもらえた動画としては、便利すぎるズームレンズニッコール 24mm、200mmF4 から3.6.3の購入流と炸裂機レビューっていうね、動画があったんですけど、これはね、めちゃくちゃ見てもらえました。あのー、まあ、後とはいえ、あの、僕の <laughs>、 チャンネルの中でよく見てもらえてるだけなので、ヒカキンさんとかそういうね、メジャーな人たちと比べたら、まあ大したことないんですけど、まあそれでも、まあ結構いっぱい見てもらえたっていうのは嬉しかったなとかね。あと、タスカムのポートキャプチャー X8 の動画とか、あの Z62 z 対に乗り換えた動画とか、まあこの辺も含めて、やっぱいん、見てもらえてるので、まあラジオの同時収録とかってなかなか、あの見てもらえないんですけども、まあそれでもやっぱり、あのタイトルに興味があるもの。例えば、 Z9 に興味があったりとか、あの、ポートキャプチャー XZ に興味があったりとか、あるいは、えっ、ー、と、以前クラスさんと対談した時の、オブシディアンについて、なんか対談で話した内容みたいな動画があるんですけど、あの辺もよく見てもらえてたりするので、まあ、やっぱりちゃんと、あのタイトルでね、わかりやすくこれについて話してますよっていうようにやって、まあそういうのに興味がある人に見つけてもらえるようにするっていうのが、まあ大事なのかなと思っています。はい。 で、まぁ、あ、ちょっと来年とは、まあ、先ほども申し上げた通りでキャンプ動画、旅のブログなんかを、Vlog なんかを出していくっていうことができればいいなと思っているのと、もう一つあの、まあ、2021年は対談形式のラジオ同時収録って結構出せてたんですけれども、2022年がですね、あんまりできなかったなって、で、リバーサイドエット FM 使い始めたのって、あの、この、 ですね、対談形式のラジオ同時収録を行うためだったのでなんかもったいないなっていうのがあるのでちょっと来年月1ペースぐらいで誰かと対談するっていうのがねできればいいかなというふうに考えております次にポッドキャストの振り返りですねポッドキャストの振り返り返としては あの、正直ちょっと2022年のポッドキャストは今行っちゃったかなと思ってます。いか一貫んですね、ニュースレターにね、めっちゃ、ポッドキャストで今まで話したような内容を書いちゃってるところもあるので、まあ、そういう意味では、順当なというかね、まあ、そんなもんでしょうというところもあるんですけども、まあ、要は、超個人的なこととか、あの、自分が今悩んでることみたいな話っていうのは、結構ニュースレターに書いてしまってますと。で、ポッドキャストはもっとライフハック、ピュアなライフハックネタが多かったかなというところがあります。 えっと、あとね、本数が伸びなかった理由としては、やっぱり2022年は多分音声だけのポッドキャストで一本も出してないのかな。なんで全部映像と同時収録で出しているっていう形なんで、映像の編集にむちゃくちゃ時間がかかっています。ということで、えー、っと、ちょっとね、ポッドキャストの同時収録で、ね、映像つけずにやっていく、音声のみの収録でやっていくのがいいのか、 あるいは、えっと、まあ、映像もつけるんだけど、編集はもう最低限でやって、できるだけ早く世に出していくっていう方がいいのかとかね。まあ、ちょっとね、でも映像の編集始めちゃうと、ついついね、こう、細かい、なんていうんですかね、えーとかうーとかみたいなので、ね、消したくなっちゃったりとか、音声のバランスを取りたくなって、とかね、テロップもつけたくなって、みたいな感じで、 結構ね、やっぱり世に出すのに時間かかっちゃうっていうのがあるので、まあその辺を今後少し省力化していけばいいかな、みたいなのがあります。で、ポッドキャストでよく聞いてもらえたやつっていうのは、激推しポッドキャスト10選別格3選とか、 まあこれ第128回ですね。第132回の知的生産ツール群にスクラブボックスを変て何をしようとしているのかとか、134回のリードさんとかじゃーク140回の大橋さんとモバイル通信と経済技術で語りを書て後編みたいなね。この辺の割とやっぱり対談は人気が 高めかなっていうところと、でそれからツール絵が入ってたりとか、情報として、あの、有益な情報が得られそうなものというのは聞いてもらえる傾向があるのかなというふうにちょっと見ておりますので、まあ、来年もね、こういうネタを増やしていきたいなというふうに思っております。まあ、いずれにしてもね、もともとちょっと、ポッドキャストで話してたような個人的な話が、あの、どんどんニュースレターに出ていっているので、ポッドキャストの方は、まあ、できるだけ、ライフハックネタ、ガジェットネタ、対談系っていうのを、まあ、増やしていって、 あの皆さんがね求めているコンテンツを出していくようなモディーにしていければなというふうに考えております。はい。最後ニュースレターですね。えー、ニュースレターの振り返りなんですけれども、まあ、とにかく今年はもうニュースレターめちゃくちゃ更新しました95本なんで、えっと、1年間のあの 一年の総アウトプット量の約半分がニュースレターでしたと。で、まあ、ただね、ちょっとね、反省しているのは、あの、いくら自分の精神的安定を得るために、あの、ヒーリングミュージックを聴きながらニュースレターを書くのが自分の、なんかこう、精神相手、安定になっているからといって、なんかね、しんどい状況に関して、どうやって立ち向かっていくかみたいなことばっかりを結構基準にしてしまったっていうのがあったので、まあまあ、あのー、 まあでも結構いろんな方がそれをじ、まあ、心配してくださったりとかアドバイスくださったりとかっていうのがあったのでまあそういうですねこと自体は良かったんですけどもやっぱりちょっとライフハック的なネタを求めてこのニュースレターを読んでる人からすると読んでて憂鬱になるような記事が多かったっていうところはこは申し訳なかったなっていうところがあるのでまあそういうことも 出すし今自分が考えていることとか試していることとかっていうのを出していきましょうなので常にしんどいしんどいって考えているわけでもないはずなのでまあそういうちょっと興味があることとか今考えていることっていうのをもうちょっとですねしんどいこと以外も含めて出していきたいなっていうところは ありますと。で、えっと、まあ、例えば、そのしんどい系が全身出てしまってる記事で言うと、第141号のね、頑張りたい思いを手放す勇気みたいなところとか、まあ、なんかそういうね、今、あの、こういうしんどい状況なんだけど、こういうふうに頑張ってます、みたいな記事が、まあ、いっぱい、 今年はめちゃくちゃこういう記事を書きましたっていうところと、それから、あのー、以前ね、雑記シリーズって言って、この、アックスフォークリティブライフのブログの方で書いていたんですけども、えー、それがですね、第103号ですね、えー、職業サラリーマン生きるために何かを書いて発信するなんていうのは、ま,あ、まさに以前雑記で書いてたようなですね、まあ、ちょっとこう、僕の考えをって、ね、エモーショナルたっぷりに書いてるみたいな記事ですね、はい。そういうものも書いてみたりとかっていうのをやって、でもこう,こういう記事は、 もっともっとニュースレターに出していきたいなというふうに思ってます。で、えっと、まあ、今試しているものを祖父法ベースで出すんだと、直近変えたやつでログシーク、シンクが使いたくて、月5ドルの記法を始めたみたいな話も書いているので、まあ、そういうですね、あの、いろいろ100系のネタで、こう,うこともやってますみたいなのをね、増やしていって、このニュースレターの読者さんに、あの、常に憂鬱なネタばっかりを提供しないように気をつけたいなというのが、来ーの目標でございます。 はい。それで最後はさっき、ニュースレター最後と言っちゃったんですけど、そうですね。ノートの振り返りも最後にしておきます。えっと、今年の前半まではちょっと情報整理ダイアログですね。更新できたんですけども、中盤以降はちょっと僕自身がだいぶ追い込まれてしまったっていうのがあって、で、なかなかですね、あの、ノートの方に取りかかれなかったっていうところがありました。で、もうあと4本ぐらい書いたら情報整理ダイアログ完成するので、ちょっとね、年末年始、 の少しし時間があるとこころでこれを更新して年末はダメですあの、この振り返りシリーズをなんとか全部出し切らないといけない年末時間ないんですけども、まあ、年始とか、あの、最初の、ね、3連休とかあるので、まあ、そういうところで、えー、情報整理ダイアルグを早めに完成させて、えっ、ー、と、完結させておきたいなというところがあります。で、まあ、あのー、ちょっとノートを今後書き続けるかどうかはちょっと考え中ですが、まあ、ノートか、えー、サブスタックかで、 ちょっと一個ね、あのー、有料の記事を、マガジンを始めてみようかなというのも考えてます。あの、ちょえっとね、先々の電子書籍化をするような記事を、まあ、そこで書いていくっていうものをやろうかなと思ってるんですけども、まあ、それも今すぐやるわけじゃなくて、ちょっとそういうネタを書き溜めておいて、ジャンプで週刊連載をしてジャンプコミックに出すじゃないですけど、まあ、あんな感じで何かできないかなっていうのはちょっと考え中です。 まあ、でもやっぱりそういう有料マガジンとかで出すんじゃなくてブログで出していくかもしれないので、そこはまだ未確定ですけども、まあ来年もしかしたらノートの有料マガジンみたいなものを始めるかもしれません。ということで、えー、まあそ,それよりもね、早く情報整理ダイロが早くえと完結させたいなというふうに思います。ということで、 え、今年ですね、改めまして、ブログ、YouTube、ポッドキャスト、ニュースレター、ノート連載、えー、もろもろ合わせまして、213件のアウトプットを 出す本のアウトトプットを出すことができましたちょっと、まだまだライトなネタが多いかなっていうのが正直なところなので、来年はですね、えー、熱量を上げて濃い記事みたいなものを書いていければなって思っておりますので、ぜひですね、あの、どんな記事を見たいかとか、これについてもっと書けみたいなですね、リクエストとかをいただけますと、あの、やっぱりそういうですね、えっ、ー、と、生の声をいただけると、なんかよしやるぞって感じになって、あの、そっちのネタを多分いっぱい書くと思いますので、あの、コメント、要望、リクエストを いただければ、あの、そういうね、ブログ記事だったり、YouTube 動画だったりを出していきたいなというふうに思っております。 こちらのね、番組のベックサックスレディオでも、あの、ハックスアンダーバーレディオの方に、コメント等々、リクエスト等々いただければ、幸いでございます。ということで、えー、ちょっと長くなりましたけども、2022年のアウトプットを振り返ったら、しぶとい自分がそこにいたというお話でした。えー、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは皆様、さようなら。